before Makoto Nagano, before the water was muddy, even before the rolling log. 100 competitors assembled from far and wide to face a giant indoor obstacle course, designed to be a challenge of Olympic proportions, testing the limits of human ability. Sasuke, as it's known in Japan, was soon a hit that would go on to become a worldwide phenomenon. Thousands of athletes from around the world have taken on this challenge, but only two have ever succeeded. In the 11 years since the first tournament, the course has grown and evolved. But back in 1997, it was brand new, and the competitors were unknown. In this special, we will get to see the first attempts by Mr. Ninja Warrior and cherished gas station manager Shingo Yamamoto, long before they rose to their status as Ninja Warrior All-Stars. And we'll get to see the show as it originally aired in Japan, with the original graphics, including statistics on the challengers, and the first course bar guide. While this might be the easiest of the Ninja Warrior courses, the challengers had no idea what they were in for. We now head back in time to the Tokyo Bay NK Hall in Japan, where the tournament that started it all is about to begin. Sports の枠を超えて、すさまじいサバイバル。己の身体能力をちょっと試そうという究極の身体能力が試されるサスケ。 Up next is stage 1, but over the years, Ninja Warrior's first stage course has gone through many makeovers. From the big boulder, to the butterfly wall, to the prism tilt, to the reverse fly, several obstacles have come and gone on Mount Midoriyama. But it was during the third tournament when the creators added the most brutal challenge to the course, the rolling log. In later tournaments, other feared obstacles would be added, like the jump hang, the warped wall, the log grip, and of course the newest demon, the jumping spider. Though the course has changed radically over the years, it all began with Sasuke 1's first stage. まさに現代の忍者たち、名付けてサスケ。ゼッケン1番は空手、田中智和21歳、158センチ、49キロ。さあ、最初のチャレンジを見せてもらいましょう。大きな拍手でまずは序ノ口軽々と滝登りを越えた。そしてちょっとここは神経を集中させたいぶら下がり丸太。この状態は非常に厳しい。うまくいけば逆さにならずにいけたんですが、この丸太はぐるぐると回転いたします。長さ 3.6 メートル直径30センチ。そしてなんとかこらえた。さあここは足元が回転します。慎重にいっていただきたいんですが、しかしこの第一ステージ70秒の間、42秒経過。そしてそそり立つ壁、高さ4メートル5センチ、1回では登れませんでした。33秒、残り時間。意外とこの勾配50度、きつい。裸足で上がっています。さあ頑張れ。上がっていった。よし、上がった。まだ22秒ある。ここは一つ注意してもらいたい。揺れる橋、アスリートでなくてもバランスが非常に要求される。お、ここはまさにサルトビサスケ。よく超えた、軽々超えた。これは驚いた。時間がない。あと6秒5秒切った。4321、あーと壁は登れず残念。元 WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン川島宏、27歳の登場であります。今年6月5日、肉体的な限界は感じていないが、視力が落っこちたのが最大の理由と語り、静かにグローブを置いた川島。さあ、平成の剣闘王が、果たしてここで闘争本能に着火させるのか。あのディフェンス技術は突出しておりました川島。薄紙一枚の危機回避能力、おっと、ローリングする。無情にも、この丸太が回っている。なんとかクリア、滝登り。そして丸太はやはり意地があります、プライドがあります。おっと、ここで滑った、1回転、残念。川島気負いすぎてしまったか。さあ2人目のスタート。ここは軽々とジャンプ力を見せました。ぶら下がり丸太、ここは慎重に行きたいところ。そう、この体勢で行けば非常に楽であります。おっと、ちょっと足を滑らせた。大丈夫、気持ちを整える意味でもこの滝下りは余裕を持って渡った。うまくいった。そしてそそり立つ壁、あ、意外にここは難関になりそう。非常に助走幅が短い。上がっていった、1歩2歩3歩4歩、よし、よく捉えた、よく捉えた。まだ時間は悠々ある。36秒あるぞ。
そして第一ステージ一番の関門はこの揺れる橋であります。幅90センチ。おーっと、意外と楽にいった。どうしたんだ、これはうまいぞ矢野。そしてフリークライミング、壁が上から下へと下がっていきます。ここはしっかりと右左この突起に手をやって、そして上の動いていない壁に手をすぐにつけたいところだ。残りあと10秒切った。このブザーは10秒切った。いける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 。5秒だ、チャンスだチャンスだ。そして勝利の狼し、見事クリア第一ステージ。おめでとうございます。やったね、死んでます。あ、なんとか早くここが湧き上がった。あっと、ちょっと慎重にしてくれ。大丈夫か。うなー、下りまで到着。そしてこの水には、あ、危ない危ない。おー、ホースマンレーサーでもあります。おーっと、やってるんだ。そしていけいけいけ、フリークライミング。お、今日はこのクライミングの専門家もいますが、しかし坂本隆30歳がトライいたします。体操歴3年。ジャックという文字が見えています。クラブに所属したのは10年前。その10年間の経験を生かしたい。まずはこの辺は序の口です。ぶら下がり丸太。おっと、いきなりのっけからひっくり返ってしまいました。しかしこの両手を組んだまま、あ、これは新しい技だ。第一ステージ70秒間でこの難関を突破しなければいけません。まだまだ余裕があります。そして滝下り、そう軽々、やはり体の動きが身軽であります。まさに忍者のようだ。そしてちょっと足を滑らしたが、思ったように順調に来ております。残り34秒。30秒あれば十分。そそり立つ壁を上がって、そして揺れる橋、板の中心に乗らないとバランスが崩れる。おっと、ここはうまい。急げ急げ。さあちょっと急いだ方がいいかな。20秒を切った、今20秒を切った。19、18、17、足元の壁が下がっていく。まだ余裕だ、お、余裕だ。12秒ある、11秒ある、そうそうそう、10秒あるぞ。いける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 。やはりアクションスターエースジャック成功。やっぱきついですね、はい、岡田がここで転んでいる。あと足が入った、あーとなっちゃった。能力と神経が必要でありますが、あっと甘く見てはいけません。足元を滑らした、ほらこういうことになる。僕は鉄棒というか、あーどうした、意外にこう下がってくる板が厄介だ厄介だ、あっという身長ですが、さあ普段鍛えたそのスノー、あーおいおいおい、あーダメだ、いいぞ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 。中央に大きな石がある、当てるな、余裕だ、まだ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 、よーしいった、足だ足、足でいけ足でいけ、とび職だ。三浦栄一29歳。しかし首から上はサーファーであります。さあいった、お思わず場内拍手。168.5センチ、62キロ。おいおい、これはすごい。体操選手でもなく、ジャックのあのプロの、おー、すごいすごいすごい、さすがにとび職だ。これは最後まで見せてもらいたい。おい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 、これはすごいすごい。この今回の出し物にはまさに敵役であります。三浦すごいな、これがプロというもの。まだ30秒残っている。もうこういうの作ってますから。そうです、はい、全然問題ないです。自衛隊で活躍をしております。170センチ、65キロ。飛び後ろ回し蹴りが得意と聞いております。スタート。しかしさすがにこの筋力、弾むようだ、マリのように。おお、何かこのスタイル、ちょっと人間離れした技を見るようであります。おーっと、見せる見せる、素晴らしい。70年代のあの仮面ライダーかウルトラマンかスーパーマンを思わせる。いや、ウルトラマンティガの中に入っていたかもしれない。いよいよいよ、これはすごい。しかし眼差しは真剣そのものであります。飯島と吉田自衛隊茨城県出身です。ここはじっくりと行きたい。これはちょっと
っと生き残ってもらいたいところ。大丈夫、20秒ある。いやー素晴らしい。真面目から全部行くしかないですから。これは助走。すみません、毎日国枝さんに訓練やってますから。 Coming up, this special Ninja Warrior Blast from the past continues. Hang on tight. More of the very first stage 1 is next.Welcome back to Ninja Warrior Sasuke 1, a special hour-long episode of the first ever tournament held in Tokyo. Never before aired, and with all the original Japanese graphics, 100 challengers are testing their skills against the first course ever created. Whether it's a fall from the shaky bridge, or a splashdown courtesy of the rapid descent, the competitors are beginning to learn how difficult Ninja Warrior is. With the remaining challengers ready to take on Stage 1, who else will join the finalists in Stage 2? ご存知、クイックマッスル全国大会、準優勝というその栄光を引っ提げてやってまいりました、なにわのターミネーター、ご自慢の肉体を見せつける。漆黒の通天閣走ります。さあここでしがみついていった。こっから歩くのか。31歳、おっとここでスライディングしていった。さあ行く、通天閣到着。昨日今日焼いた肌ではありません、伝説のサーファーの登場。お前崎のジェリーロペス、井上清美44歳であります。不良中年と呼ばれるその愉悦を味わいにやってきたか。バランス感覚には自信があります。常にサーフィンでその辺は鍛えております。さあスタートのタイミングはどうだ。駆け上った、駆け上った、そして一気にジャンプしていった。ものすごいぞ、ものすごいスピリット、10年のスピリット、宙ぶらりの状態から今度はタック滑り、見事見事タック乗り。さあここから傾斜角50度、傾斜角50度。さあ不良中年の優越だ。さすが伝説のサーファーだ。こっから揺れる足、お前崎のジェリーロペスいった。ものすごい展開だ。残りあと34秒、ここはどうだ。この上液を制していく。人生には衰え、そして老いというものがありますが、それに抗っていくぞ、それに抗っていく井上、伝説のサーファーにまさにふさわしい動きだ。お見事、余裕を持ってボタンを押す。 100% 出しました。すごかったです。はい、はい、ありがとうございます。筋肉の、あーっと、そう、このいでたち靴は履いておりません。スラッシャーだ。まだ10秒ある。あ、最後は逃げ、いけ、よーくの展開。そして注目株の登場であります、ケイン小杉です。2世という十字架を背負ってまいりました男、忍者を父に持つ男であります。スポーツ万能というところは数多のその展開で見せつけてまいりました。空手のもちろん覚えもある。さあ挑み込むようにいった、ここの十字架のあたり。おっと立ちながら行くのか、見せる見せる、おっと危ない、おっとギリギリしがみついた。うんと意地、うんと意地だ。そして跳躍を見せる、尻餅をついた、見せつけております。残りあと50秒、50度の傾斜角の上り坂、この上りとファンはどうだ。さあここでじっくり腕力を使ってヘリをグリップして上がっていきました。ここら辺りまでは全くいいところを見せつけておりますが、こっからも難所続き、揺れる足。さあ難なくクリア、水しばしのような歩き方、そして最後のここへやってまいりました。さあどうでしょう、足場を固めろ、ケイン小杉、足場を固めろ。まだまだ20秒余裕があります。足場を固めていかなくてはいけません。ここら辺りは慣れていない、さまざまなスポーツを経験してまいりましたが、ここら辺りはもうねじ伏せていくしかない。残りあと10秒、焦ってはいけない、焦ってはいけない、おっとあとは腕力でいくのみ。残りあと4秒3秒、ギリギリ、ケイン小杉見せてくれます。ここら辺り俳優としての天性の花があるのか。ちょっと恥ずかしい、お尻からそんなことよりもドキドキしました。残りあと2秒。いや、やっぱりきついですよね。前から行け、左遷を行ってきたという、ささあっと時間がもうあと2秒1秒、もうすぐそこ。そして下りの、あっと、おい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 、
両手首を骨折した。これはわかる。両手首を骨折した姿が今思い出される。しかし今はその手に職を持つ地味な、おい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 、池谷幸雄27歳。この番組ではまさに定石を持っております。バルセロナオリンピックゆか銀メダリスト、錆びつくことのない驚異の運動神経、今日は狙っております。ちょっと足を滑らした。しかしながら難なくクリア。ここは見せるぞ、意地がある。まとめていった池谷。さあここから飛んだ、4段残して飛んでいった。しがみつく、しがみつく、早い早い、あまり焦ると禁物。まだ時間はたっぷりある。おっと、全く着地してない。全く揺れる足は着地しなかった。この辺は見せどころの池谷だ。さあ肉体至上主義を貫いております池谷。これは当然クライマーではないのに、ないので慣れておりません。しかしながら腕力で下半身を持ち込む。腕力で持ち込んだ。まだ押さない余裕。残り29秒。心にくいまでにポーズをとっております。大森明29歳、というよりアニマル定団のお猿といった方が通りがいいかもしれません。出てまいりました、この筋肉番付。おなじみであります細身の戦い、運動神経は抜群です。さあどうだ、しがみついていった。一瞬ローラーが回りましたが、何のその。97番お猿、お見事、歩きでいった、跳躍した、滑ったが何のその。ちょっとお尻を押さえるのも余裕か。傾斜角50度が立ちはだかる。しかしながら爪で傷をつけるように這い上っていきました、お見事。そして揺れる足、ここは大丈夫でしょう、彼の運動神経なら。さあ丸太にしがみついていった。残りあと40秒、余裕しゃくしゃく、大森明余裕しゃくしゃく、この断崖絶壁をクリアしていく。もちろんクライミングはやったことはないでしょう。しかしながらもう本当に天性の運動神経突破で、お見事。残り24秒。いやー、やりましたね、気持ちいいっすね。 Coming up, the survivors get their first taste of what's to come in the next stage. With obstacles like the hammer dodge ahead in stage 2, it's time to separate the ninjas from the nails. What it takes to be a ninja warrior? Ninja, please. Now you have a chance to become a real ninja warrior. Break out the cam, bust out your moves, and you could win a trip to Japan for a chance to compete in G4's American Ninja Challenge 3. Visit G4TV.com/ninja challenge for complete rules and entry requirements. Just make sure not to hurt yourself or anybody else, because ninjas are awesome. Personal injury lawsuits are not. You look. Welcome back to Ninja Warrior Sasuke 1, a special hour-long episode of the first tournament held in Tokyo. Never before aired, and with all the original Japanese graphics, 100 challengers are testing their skills against the first course ever created. As the first of four stages come to an end, 23 athletes manage to survive the string of Stage 1 obstacles. But with Stage 2 ahead, these survivors have only 50 seconds to traverse 6 treacherous obstacles. Only those with speed and sheer strength will be able to reach the finish and advance to Stage 3. We now head back to Tokyo, where the second stage is about to begin. 50秒間の戦いということになりまして、ファーストステージを見事にクリアした選手たち、いよいよセカンドステージに駒を進めていくわけであります。Up next is the second stage. But like stage one, these obstacles have gone through many changes over the years. For the first several tournaments, very few obstacles were altered. But in the seventh competition, the start of the course was completely made over with the addition of the chain reaction, the brick climb, and the new and improved spider walk. Several other obstacles would be added over the years, like the balance tank, the metal spin, and most recently, the brutal salmon ladder. But the future courses were all built upon the successes and failures of the original second stage. 続いては山本慎吾23歳。長谷川サービスステーションガソリンスタンド勤務。首都高の5号線を降りた中台インター近くにそのスタンドはあります。そこで働きながら、もう働いてることイコールトレーニングだと言っておりました。潜るようなスパイダーウォーク、
黒い装束だけにまるで雲のようだ。折れ線グラフのようになりました。上り坂登っておりますが、このスパイダーウォーク素早い素早い。そしてポールを降りていった。5連ハンマー、これはタイミングよくくぐり抜けていく。運動神経抜群。あっと落下。アクロ体操の川島隆之、18歳であります。神奈川県在住。アクロ体操週に5回は練習を積んでいる。心当たりは身軽、そして離れした筋肉と筋反応、さらには筋持久力の持ち主でありましょう。スパイダーウォークは慣れていなくても、やはりアクロ体操の普段の力を応用できるんでありましょう。またがるように見えない木馬にまたがっているかのような安定感。さあバーを降りていった5連ハンマー、アクロ体操が生きるか。片手倒立も難なくやれるというこの川島。さあ逆走コンベア、逆走コンベアいった。屈強な赤ちゃんのハイハイを思わせる30キロのウォールリフティング。ここの肉体労働でちょっと眠れるか。残りあと9秒。よしよしくぐった。恐るべき開けごま、自力の開けごま、50秒。ブザーに煽られた。残り10秒のブザーに煽り立てられるかのように、見事に川島アクロ体操のメンツやってきましたね。なんとか無理だと思いましたけどね。ちょっと切り切って下に下がっていく。あー残念、これは予想に泳ぎの要領だ。カエル泳ぎのスプリンター、その要領でいくか。空中は頭を激怒さあ残念。2秒。よし行け、頑張った。さあ続いて楊隆、20歳の登場であります。中国の東楼拳をやっております。中国のその武術歴14年。さあ東楼拳というのは主に演武で競い合う武術であります。中国4000年の体さばきか。これがスパイダーウォーク、その東楼拳のテクを利用しているのか。スパイダーというより一種のコウモリのようにも見える。これで宙吊りになったらコウモリだ。5連ハンマーは見事に軽々とクリア。 お見事東楼拳、逆走コンベア時速20キロクリア。東楼拳まさに心当たるは中国の奥義を見せつける。40キロなんとかクリア。残り10秒、時間があるぞ。おっと50キロはきついのか。体をなんとか挟み込め。残りあと2秒。これは OK でしょう。これは OK でしょう。半身持っていきました。さあそして登場してまいりました、武道の総合勝者ケイン小杉、22歳俳優であります。空手大会で優勝回数38回と、なんとトロフィーは176回獲得しているというケイン。オールラウンドプレイヤーのところをこの動く壁でも見せつけた。お父さんの意思を受け継いで、そして新たなスターとして輝きたいと語っておりました。かなりの大型、筋骨隆々のケイン小杉、順調です。大型であるということを忘れさせる。あったー、お見事5連ハンマー。逆走コンベア20キロに抗っている、20キロに抗っている。そして突き進んだ。止まっているだけではない、20キロで突き進むんだ逆走。さあチョコ台などばかりに40キロ時間をかかして、残り10秒。これは楽々50キロが持ってきた。まさに己の筋肉で己の肉体をねじ伏せて持っていきました。いきなり彫刻の美を連想させる肉体をこととばかりに見せつける。腹筋が三段に割れている。労働とトレーニングの賜物、己の人生何かを犠牲にしてここまで体を鍛え抜いてきたんだろう山田。うまくクリアしていきました。心当たりは高低差があります。おっと足を滑らせた。ブレッドハンパーは現場の足場だ。おっと転落。スパイダーウォークはウェイトを背負っているだけに不利、波乗りとはわけが違う。落下。そして50キロを転落。さあやってまいりました、94番言わずと知れた池谷幸雄、オリンピックのシルバーメダリストの意地がかかります。芸能界の肉体戦士、またまた限界へのチャレンジャー。なんとか
ファーストステージからファイナルステージまで駒を進めたい。さあスパイダークライム、間隔は 1.2m。 体操選手の筋反応をもってすれば、反射神経をもってすれば大人もの。残り31秒、ゴレンハンマーは危ない。池谷天幕、また優勝候補崩れた。どんくさかったですわ、焦りすぎです。アニマル帝団お猿、大森明29歳、血液型 AB 型。さあ行きます、タフガイです。運動神経はこの番組でも定評があります。それを買われての登場。さあスパイダーウォーク、確実に歩を進めていきます。時間はたっぷりある、警戒だ警戒だ。幅 1.2m、 難なく、まるで瞬間接着剤のように両手両足を設置していった。さあここはどうだ、素晴らしいバランス感覚。ゴレンハンマー悪魔の振り子を通り過ぎて、逆走コンベヤー凄まじい勢いでクリアしていった。さあ力ずくの開けごま、午前7時の商店街、午前7時の商店街、自らの力でシャッターを上げていく。残り7秒、大丈夫。50キロを古城のお猿が上げていく。50キロのシャッターを古城のお猿が上げていく。やりました。 Coming up, the surviving contenders get their first ever look at the third stage and the obstacles that have them shaking in their boots. Welcome back to Ninja Warrior Sasuke 1, a special hour-long episode of the first ever tournament held in Tokyo. Never before aired, and with all the original Japanese graphics, 100 challengers are testing their skills against the first course ever created.23 challengers set off to survive Stage 2's cruel gauntlet, but the forbidding obstacles obliterated the competition. With only 6 competitors strong enough to have cleared Stage 2, they'll need every trick in the book to survive Stage 3. 23人いた猛者があっという間に6人に絞られてしまいました。6人の身体能力も限界に近づいている。いよいよ第3ステージ、こちらは悶絶の空中庭園であります。 Up next is the third stage. Though it might not seem like much with just three obstacles, it would later grow to become the most feared stage. The turning point came when the creators introduced the cliffhanger in the fourth tournament and then reimagined it for the more recent episodes. Other changes over the years include the body prop, the rumbling dice, and the jumping bars.Though the third stage eventually became all about upper body strength, back in Sasuke 1, it was just about reaching the other side without falling below. Second stage, and the first stage, both have shown the power of the mind tank. With such a bone-crushing body, it is really impressive. Yamamoto Yoshihito, 24 years old, surfer and driver of a truck. Always in the Shonan Sea, the waves are intertwined.おっと、かなりバランスを崩した。とにかく飛び石でもいい、向こうの目的地までつけばいいわけでありますが、これはかなりバランスを必要とします。己の五体を本当にバランスの鬼とかさなければいけない。おっと、バランスを崩して転落、もんどり打って倒れ込みました。山本義人、今までの苦労が水の泡になってしまいました。はい、どうぞ。いや残念でした。はい、やるだけやりました。手を合わせました。若干18歳、無重力のような状態を生み出すことができるか。18歳、ちょっと揺れを見せております。このエンタシス、円柱は実に脆い。自分の肉体を支えるだけの許容量を持っていないのかこの円柱。しかしなんとか綱渡り状態、川島アクロ体操のバランスの見せどころ。あと3本、あと2本。さあ行きました。そしてそのままジャンプ1番、プロペラ運転に差し掛かりました。ここはお手の物か、アクロ体操、まさにターザンだ。人工の町のターザン、難なくクリア川島。さあそして針の山、針の山に到達いたしました。棒高跳びと同じそのポールを使っております。
ものすごくしなります。この剛性、反動がつきます。反動を利用するところまではいいんですが、なかなか難しいものがあります。この竹林、こんな柔軟な竹林は見たことがない。よじ登る、よじ登る、よじ登って体重がかかるとまたしなる。しかし見事にかわします。第3ステージをクリアいたしました。第3ステージはどうでしょうか。まずはこの天井の尾瀬とも言うべき不安定なところ、感触をつかんでいる。自分の神経に覚え込ませてな、込ませなくてはいけません。ケイン小杉、わざと揺れを作るかのようにして感触を自分の肉体に浸透させているが、おっとだいぶバランスを崩しているが、踏みとどまるか。あーっと危ない、頭から突っ込んでしまった。悔しそうだ、握り拳を作った。あともうちょっと3本を残すところで大きく揺れてバランスを崩した。まるで円柱に嫌われて振るい落とされるかのようでありました。これは納得できないんじゃないですか。いやもうしょうがないですね。しょうがない、残念でしたね。そうですね。身長171センチ60キロ、大森明、まずはポールブリッジです。一歩目慎重であります。時間制限がないだけに感触をつかんでおきたいところ。前傾姿勢、精神を安定させようというのか。大森明29歳、そっと行きました。まさに抜き足差し足忍び足であります。頑張れ。とにかく円柱をあやすか、あるいは騙すか、もろに反応してしまうか。おっと一瞬後方に身をそらせました。なんとかバランスで踏みとどまっております。足の裏の感触、足の感触はすぐさま大脳へと送られていることでしょう。さあ行った、さあ行きました。ここまで慎重な大森を見たことがない。もうなんとか星は取り崩せない。本能的な受けを狙ってしまうのか、己のプレッシャーを笑いでごまかしたのか。さあどうだ。お猿の名にかけてここはなんとかクリアしたいところであります。余裕があります、余裕があります。自分の下半身のあたりに反動をつける。腰から下、難なくクリア。プロペラ運転はお手の物。さあ針の山です。一瞬自分の体を沈めましたがどうでしょう。さあここで反動をつけるか。棒高跳びのこのポールを使います、バーを使います。さあどうだ。楽楽いきます。まさにお猿であります。低く身を沈めておりますが、ここまで安定感を持ってやってまいりました。さあそこでやはり足からいきます。はい OK です。見事にクリアいたしました。さあそれでは4人の皆さん、 When we come back, the very first tournament reaches its thrilling conclusion. 50 feet of rope is all that separates a ninja wannabe from a ninja warrior. Critics are spewing. It's good, unclean fun. Welcome back to Ninja Warrior. It's time to check out today's ninja killer, the Rapid Descent. Competitors quickly learn that with one wrong step, the Rapid Descent becomes the world's least fun water slide. Welcome back to Ninja Warrior Sasuke 1, a special hour-long episode of the first ever tournament held in Tokyo. Never before aired, and with all the original Japanese graphics, 100 challengers are testing their skills against the first course ever created. The 100 strong competitors have been whittled away one by one by the brutal obstacles. 6 challengers stepped up to face stage 3, but 2 more fell along the way. Once again, theme park ninja Ken Hasegawa was able to match the top competitors, and after carefully navigating the eye of the needle, he moved on to the final stage. Next, Kung Fu Master Tadashi Yo took his time and avoided any mistakes. He looks cool and confident as he moves ahead. Now the four survivors must face the toughest obstacle yet, the final stage tower. We now head back to Tokyo where the climb to glory is about to begin. いよいよファイナルステージは、サスケというこのネーミングにふさわしい4人が残ってしまいました。そしてこの地上高15メートル、ファイナルステージには京さんがおりますけども、
上から見下ろすとどうですか、かなりの高さですか、やっぱり。はい、まっすぐ真下というのは今もう見ることができないんですね。足がしびれてしまっている状態なんですが。どうしてしびれてるんですか。もう高いところが怖くてしびれてしまっています。本当に皆さん気をつけて登ってきてください。さあ、それでは4人の皆さん、意を決してまいりましょう。Up next is the final stage tower. This fortress of metal has been tested by few and only conquered by the greatest of warriors. The first to climb all the way was Kazuhiko Akiyama. After he reached the summit in the fourth tournament, the tower was redesigned and stayed the same for 13 tournaments until the next champion rose to the top, Makoto Nagano. Following his triumph, the tower was once again redesigned, but nobody has been able to reach the fourth stage since then.Of all the challenges on Mount Midoriyama, the final stage tower is the one that's changed the least. Tansan Magnesium をつけました。1メートルを2秒でクリアしなくてはいけません。さあ、とにかく1メートルを2秒間隔でいかなくてはいけません。5メートルをクリアいたしました、川島。川島貴之18歳5メートルクリア、まもなく10メートルに難々としております。残りあと15メートル15秒、残りあと15秒を切ってしまいました。さあ残りあと10秒だ。さあ天井からの木漏れ日が見える、天井からの木漏れ日が見える。これはもう無理か。ここで綱が切れてしまいました。あのファイナルステージのところに足がかかればいいわけでありますが、手がかかっているだけで30秒経過してしまいますと。スタート前目つき変わりましたね。結構マジになってましたね。ファイナルステージに挑みます楊隆。こっから一気に15メートルを駆け上がるか。30秒以内、立ち上がりはちょっとスローモーに見えましたがどうでしょうか。両足を離している、両足を離している。ここからあたりどうなるか。自分の体重がずっしりと両腕にかかってしまいますが、今度は両足を閉じにかかりました。綱をハサミにかかります。残りあと15秒を切ってしまいました。7メートルあたり、7メートルあたり、ここで残りあと10秒だ。これは残りあと5秒、まだ10メートルには到達していない。やはりあまりにも時間が少なかった。その1点を目指していくのか長谷川健、至福への綱なのか、それとも地獄へのカウントダウンなのか。限界を知るのか天空の城。地上高15メートル、間もなく5メートル、間もなく5メートル、苦渋に導いた表情だ。必死に行きます。カイナを上に上げるために50センチはいかないといけない計算です。30秒間で15メートルということはとにかく厳しい道のりだ。残りあと5秒、これも厳しい。残りあと5秒切ってしまった。残念。どんな気持ちですか。遠いですね。遠かった。最後の最後で各選手が阻まれていく中でファイナルステージサスケ、果たしてあそこへ到達することができるか。大森明29歳、アニマル定団お猿、お猿の名にかけてよじ登ると語っておりました。気合い一発、この男のみに託されます。ファイナルステージサスケを制することができるかお猿。30秒間はあまりにも短い。15メートル30秒間でクリアできるか。ものすごいスピードだ、ものすごいスピードだ。命がけのジャックと豆の木だ。5メートルをクリアした。仮想臨死体験か。ファイナルステージ、がむしゃらに行く、がむしゃらに行く。さあ10メートルは近いと、10メートルは近いと。残りあと15秒、残りあと15秒を切ってしまった。10メートルあと、あと10秒を切った。あと8秒、あとあと5秒だ。43、残念、もう体力の限界、体力の限界、綱を振り捨てた。前半がむしゃらで言ってましたね。はい、ものすごい競争でした。もうとにかくもう別に何メーター行こうが、もうとにかく上行きたかったから。 With Omori's failed attempt, we've now reached the end of the very first Ninja Warrior Tournament. Of the 100 challengers that came to Tokyo excited to participate in this landmark event, all 100 were defeated.
Over the next 11 years, this humble course would transform. The four unique stages would be endlessly altered and honed until only the most difficult obstacles imaginable remained. Likewise, the competitors and fans would become obsessed. As Sasuke grew in popularity, returning athletes started training for months on detailed replica courses they would build themselves. And standout competitors like Shingo Yamamoto and Mr. Ninja Warrior started to become celebrities and even heroes. The first ever tournament set the stage for the colossal war that would be waged against this brutal course for the next decade. With many more tournaments ahead, stay with us for more terrifying obstacles, more fearless challengers, and more Ninja Warrior.